こんにちは、鍼灸整骨院清春です。今回解説する内容は、下半身の衰えを感じた時に足腰の老化、それを劇的に改善させて歩きやすくなる、足が楽になる方法をご紹介いたします。ちょっと歩くだけでもきついとか、長時間歩くことができないとか、もうすぐだるくなっちゃう、買い物に行ってもすぐだるくなっちゃう、こういった症状で悩みの方ってかなり多いんじゃないかなと思います。で、それに対して筋トレであったりジムに通ったりとか、1日1万歩歩くっていう努力をしっかりしているのに、そこが全然改善されないっていう方って結構多いです。そこで最初に皆さんに聞きたいんですけど、なぜそのようにしっかり鍛えているにもかかわらず症状が改善されないのか、ご自身の中で原因がこれっていうのが明確になっているでしょうか。結果から言うと、ある筋肉がうまく動いていないせいで、どうしても足腰が弱くなりがちになってしまっています。今から2つ、その筋肉が弱っているのかどうかが分かるめちゃくちゃ簡単な検査があるので、実際にそれをやっていただいて、ご自身がもし該当している場合は、今回のこの動画ですね、内容をしっかりしていただくと、劇的にですね、足腰の老化を防ぐことができて、足の長時間歩いても楽になるっていう第一歩を踏み出せますので、ぜひ最後までこの動画をご覧ください。はい、それでは検査の内容からまず移っていきます。はい、それでは検査の方法に移っていきます。まずこの検査で何がわかるのかというと、大腿四頭筋がしっかり使えているか、それがわかります。この大腿四頭筋がしっかり使えていない方っていうのは、下半身が衰えやすくなります。で、その2つの検査法、大腿四頭筋がうまく動いていない方の特徴なんですけど、まず1つがですね、膝がですね、ずっと曲がった状態でこのように歩き方、特徴的なんですけど、この上半身もちょっとこう前かがみになっているような方ですよね。こういった形の方ですね。これがまず1つ、これなんで曲がり膝で歩行をしているっていう感じですね。で、もう一つが、この曲がりじゃなくて伸び膝で歩いている方なので、歩幅がちょっと狭くて膝が全然もう曲がってないんですよね。こうピーンと伸ばした状態でこういう歩く方、これも大腿四頭筋がうまく使えていない歩き方です。で、人間っていうのは通常はですね、歩くときに2回膝が曲がって2回膝が伸びるっていう風にできています。例えば左足を前に出したときに、まずこの時点で、ついた時点は伸びているんですけども、ここからですね1回曲がります。そしてこの時にまた膝が伸びて、反対の足が出たときにまた膝が曲がるという形で、曲げ伸ばし曲げ伸ばしという形でスムーズに連動してくれています。で、これをこの歩き方をすることによって、この体重をですね、膝の骨だけじゃなく、膝の筋肉だけじゃなくて、膝の骨とかにも生まれ具合を預けることによって、衝撃を吸収する能力がものすごく強くなってくれます。さっきの曲がり膝でやってる人、また伸び膝で歩いてる方、衝撃を吸収する能力が落ちてます。車で例えるとタイヤがパンクしてる状態です。その状態で1日1万歩とか筋トレをしようとしても、それはやはり効果が薄いですよね。100努力して100の結果じゃなくて50にしかならないとか、そういったことになります。なので、今から紹介するケアを行ってみてください。これをすることによって、先ほどの歩きやすさがすごく上がってくれます。で、やり方なんですけど、すごく簡単です。まずですね、足、どっちでもいいので、拳1個分だけですね、足を前にこのように出してください。で、この状態から今度ここの足首、この角度、前の方の足首の角度を90度にがっつり固定してください。今度固定した状態からですね、この状態で足首の角度は変えずに、そして膝の位置が前にこう出たりとか後ろになったりとかせずに、この状態をキープしたまま膝を伸ばします。前に出している膝をグッと伸ばします。体を前に乗っける感じですね。そしてこの状態からまた戻す。はい、これだけになります。
もう一回言います。ぐっと前に出して、はい、戻す。最初にこの膝を伸ばすとき、これはできるだけ素早くこの状態からスッとスッとこのような形で行ってください。そして戻すときは3秒時間をかけてゆっくり戻します。1、2、3。では一緒に実際にやってみましょう。はい、まずスッと上げて、はい、1、2、3。で、もう一回スッと上げて、はい、1、2、3。最後もう一回スッと上げて、はい、1、2、3。はい、という形ですね。これを両足ですね、10回行うようにしてください。これをすると先ほどの大腿四頭筋という筋肉、その中でも詳しく言うと内側広筋、外側広筋、中間広筋、この3つの筋肉がしっかりと動くようになります。で、先ほどの筋肉がしっかり起き出すと、こういった曲がった後方動きであったりとか、伸びきったまま歩く、こういったものがどんどんなくなってきますので、スムーズに歩けるようになります。なので今実際に衰えを取るために筋トレだったりとか1日1万歩歩くっていう方は、これを必ずやった後にやってみてください。そうすると疲れにくいですし、効果もしっかり出やすくなります。はい、いかがだったでしょうか。今回は下半身の衰えを感じた時に足腰の老化を劇的にですね、改善させるケアの方法を紹介させていただきました。1日1回のペースでいいので、ちょっとずつちょっとずつ行っていただけますと幸いです。ではこの動画の内容がいいと思ったら、チャンネル登録や高評価もお願いいたします。そういったものをいただけると、この動画の価値が上がって、同じ症状で悩んでいる方がこういった症状の治し方を検索した際に、この動画の内容が表示されやすくなります。なので同じ症状で悩む方のために、チャンネル登録や高評価をぜひお願いいたします。それでは最後までご覧いただいてありがとうございました。